こんんにちちは、キンちゃ BBH と申します。今回は、稲子タワー完成希望が絶望ほにゃららどこまで落ちるといった内容で情報発信をしていきたいと思います。本動画をご視聴される上での注意事項になります。ご確認ください。本動画の構成について簡単にご説明いたします。まず、銘柄分析で、 ファンダメンタルズとテクニカル分析を実施した後、その流れでトレードシナリオに入っていきます。銘柄分析の分析内容を基盤にトレードシナリオを組み立てていきますので、トレードシナリオに対して正しく理解していただくためにも最後までご視聴いただければと思います。それでは早速銘柄分析に入っていきます。ホープにつきましては、時価総額128億円の信用銘柄で特色といたしまして、 自治体広報誌の運営調査、広告販売などを支援。電力販売が拡大中であります。また、不動株率につきましては20.9%であります。一応、ホープについて若干補足をしていきますと。とまあ,あのホープにつきましてはですね決算発表日が今日だったんですよね。 で今日発表がありまして内容につきましてはですね売上高が3.6倍ということであと、ですね利益の方はちほあの横棒で出てなかったんですけども1株配当はですね、うが15円ということで配当金がついたということで,ですね決算内容からすると悪くなかったんではないのかなという,ふうに思うわけなんですが。 あの市場がね評価した内容につきましてはまあストップ安だったということで、えー、まあ要ね何が言いたいかと言いますとファンダメンタルズ全くね当たりならないのかなというふうに思います。ファンダメンタルズの確認については以上になります。はいそれではですね、えー、続いてテクニカル分析に入っていきます。現在ご覧のチャートは2020年2月6日現在のホープの週足チャートになります。まずは RSI から確認をしていきましょう。 r s a につきましてはです、ね、変わらずき水準の80%の、ね、ところで、しばらくもみ合いをしてたわけなんですが、あちょっと、ね、前に80%を割ってきまして、今現在です、ね、えー、53.80%ということで、まあ、焦点としてはです、ね、50あたりがサポート的に落してくるかどうかですね、えー、焦点になってくるのかなと分析をしておりまます。す。のの分分析析ににについいてて、ては以上になります続いて信用算の分析に入っていきます。 信用段につきましては赤いラインが信用改ざん黄色いラインが信用時という、ね、表になっているんですが赤いラインのです、ねえー、信用改ざんの状況を見ていきますと、まあ、見ても、ね、分かりますととおりです、ねえー、過去の水準と比較をして、まあ、ぶっちぎり断トツで,です、ねえー、改ざんが高水準になるのかなと分析をしております、まあ、ちょっと、ね、思うところがあるんですけど、まあ、RSI が変わりつけ水準に到達をして、えー、結構立てたわけなんですよね。 でえーっとまあ、ここで買ってる人は、ね、ここで改ざんが、ねまあ、20以降急増しているわけなんですが、あのー、この、ねえーまあ、RSI の状況を、ね、見てなかったのかなって私についてはです、ね、あんまりテクニカル仕様を、ね、当てにしていないんですけれども、まああのー、調整してから、ね、買えばいいのになっと、ねえー、思うわけであります。 でいつものようにですね、時、え、価、ー、総額ベースで、えー、確認をしていきますと、まああのー、ハホープンにつきましてはですね、時、え、価、ー、総額が128億円で、不動株がですね、26.7億,億円なんですよね。そのうち、解散につきましては、まあ、17.5億円ということで、まあ、非常にね、えー、多い状況にあるのがわかるかと思います。でちなみにですね、えー、この17.5億円というのは時価総額ベースで見ていきますと、 まああのどれぐらいかと言いますと13.6%なんですよね、不動株ベースでいくと6なんと65.5%ということで、これで,ですねえ何が言えるのかと言いますと、のこのねえーホープという株を動かしているう不動株の65.5%が信用組ということなんですよね。 まあ中にはですね、えー、見るのも怖い方もおられるかもしれませんが一応ですね、えー、どこで入っているのかを確認していきますと、まあ、ここで入っているんですよね、もう見ても分かりますようにもう高値掴みなんです。見事な、ねえー、高値掴みで入っているということで、えー、特にですね、この上の方で飼っている方というのはかなりですね、含み損が膨らんでいるのではないのかなという,ふうに思います。 まあ単純にですね高値が3,580円だったかな3,580円で今ね現在ね2,290円ということでまあ単純にですね1,300円ぐらい落ち着いているんですよね。なのでそろそろねこの辺で買ってる人がまあ投げてくる可能性がねえ出てくるのかなというふうに思います。 市場心理を、ね、確認するために掲示板を、ね、見ていたんですけども、まあ、それによるとです、ね、掲示板の情報なのであ,たま,あんまり当てにならないんですけどもあのがです、ね、空売りの期間がいっぱい入っているという、ね、話があったんですよね、まあ、正直ね、えー、この稲なごたわ状態だと、まあ、入りますよね、あの不動産の65.5%が、まあ、高値掴みみしているということなので、まあ、これは、ね、入るのかなという、ね、ところだと思います。 まあこの後ですね、あのー、なんでねまああの期間が入ったのかというのはね、えー、また解説をしていきたいと思います、えー、信用残の分析については以上になります続いてメインチャートの分析に入っていきますまずは左下の範例にありますようにサポートとレジスタンスについてチャート上に描画していきます、えー、サポートにつきましては500円、1000円、1367円、2000円付近に存在していると分析をしております まあここでですね、えー、なんで期間が空売りで入ったのかをですね、えー、解説していきたいと思います。まあ、いつもですね、えー、この場面で出しているサポートやレジスタンスにつきましては、月足のチャートを見ながらですね、えー、アウトプットしたものを出しているんですけれども、まあ、今回のね、えー、状況につきましては、実はですね、えー、1367円と、 2戦につきましてはちょっとね、えー、弱いね、えー、ポイント下げ止まるポイントとしてはね、えー、サポートの強さですよサポートの強度としては弱いのかなというところなんですよねなのであの、まあ、下げ止まりしたとこはねここなんですよねあのここであの揉み合って下抜けしたんですよね下抜けしたので、えー、まあ私がね空売りをしている人だったら、まあ、買い申すポイントとしてはですね、えー、この辺りですよねこの辺りぐらいになるので ちょっとね、値幅がすごいあったんですよね。だから、ちょっとね、ここで買った書っていうのは、リスクが高い状態をしてたのかなというね、えー、ところがあるんですよね。なので、多分ここでですね、えー、改ざんが急増してたので、えー、危機間が狙ったんではないのかなというふうに思います。サポートとレジスタンスの分析については以上になります。続いて、チャートの詳細な分析に入っていきます。まあ、ということでですね、えー、反応がありそうなポイントと、 あの先止まりそうなポイントをですね分けてお話をしさていきたいと思いますまずですね反応がありそうなポイントにつきましては今のところですね1750円から2000あたりが反応があるのではないのかなというねイメージを持っておりますまあ、もしかしたらねこの出来高のあるポイントなので2100円ぐらいで揉み合ってくる可能性もあるのかなというねイメージを持っているんですけども まあ、意識される価格帯ということで、えー、多分ですね1750円から2000円付近になるのかなというねイメージを持っておりますあとですね、えー、これ何線かわかんないんですけどた日ん25週移動平均線かもしれないんですがこのね線が伸びてきているのでちょうどですね、えー、このまま順調っていったらおかしいんですけど、まあ、下落してきた場合についてはこことね、えー、この反応のありそうな価格帯とこれが被ってきそうなのでおそ、えー、らくですねこの辺りで何かなんらかの反応があるかもしれないのかなというねイメージを持っております 続いて、ですね、下げ止まりそうなポイントについては、あのー、ここですね、えー、ここですね、期間が買い戻してきそうな価格帯につきましては、まあ、1000円あたりですね、1000円から1250円ぐらいですかね、1250円あたりで買い戻してくるんではないのかなというね、イメージを持っております。まあ、あとですね、フィブナッチリトレースメントの観点から、あのどこがね、下げ止まりそうなのか見ていきますと、まあ、こんな感じになってるんですよね。 えとフィボナッチ・トレースメントいくと、まあ、2000円付近がかぶ、ね、ってきているので先ほどです、ねえー、まあサポートの評価としては2000円は弱いと言ったんですが、まあ、フィボナッチ・トレースメントと、あのー、この、ね、2000円のサポート弱い、ね、サポートが絡んでくるので、えー、もしかしたら、ね、反応がある可能性もあるのかなというイメージを持っております、まあ、次からです、ねえー、トレードシナリオに入っていくんですが今回です、ね、まあ、トレードは多分、ねあのー、信用売りできないと思うので。 えっとまあ、これについてはですねあのどこまで脱出するかですね脱出方法についてイメージしたものをですねアウトプットしていきたいと思いますテクニカル分析については以上になります、えー、続いて、えー、最後ですねトレードシナリオというかまあ、脱出計画についてですね、えー、お話をしていきますはいということでですね脱出計画について解説をしていきます。 今のところですね、イメージしているポイントにつきましては、まあ、1750円から2000円あたりでですね、何かしら反応があるのかなあるんではないのかなというね、分析をしておりますで一応ですね3585円が高値で1750円までね、下落した場合につきましてはそのね、下落幅につきましては1835円なんですよね。 と、えー、ということで、もしね、えー、1750円で反応,した反応してですね、えー、戻りが発生した場合ですね、えー、戻りが発生した場合の、まあ、戻りの基準としてはですねだいたいですね、えーまあ、2450円あたりまで、えー、戻ってくることが予想されますあとですね、えー、次に考えられるまああの先ほどまでポイントにつきましてはですね一応2000円ぐらいですね2000円ぐらいは あのー、例えばですねあのここはあの3分の2押し目ラインということとあとまあサポートがかぶっているということとあとこのね、えー、オレンジ色のラインが伸びてきそうということでこの辺で止まる,かと止まる、ねえー、可能性もあるんですよね。えー、ということでもし、ね、この辺で止まった場合につきましては反動型場合につきましては、ねえーまあ、3585円の高値から1円まで、ね、下落したということでその下落幅につきましては、まあ、1585円ということなんですよね。 えー、ということで、まあ、この1585円で考えた場合の、ねえー、戻りの基準といたしましてはだいたいですね、えー、2600円付近まで戻ってくることが予想されます、まあ、以下の二、ね、つの例が戻りがあった場合の基準なんですよねで、まあ、次がですね、えー、買い方にとっては、まあ、最悪のシナリオになるんですがこの、ねえー、1750円から2000円の、ね、価格帯で反応して 戻りが発生せずにも、ねえー、み合いになってしまった場合も、ねえー、み合いになってしまった場合については戻ってこない可能性があるんですよねもみ合いになったらもみ合い下抜けする可能性がまあ64ですよね64か73ぐらいで下抜けする可能性が高いのでその場合はですねも、えー、み合いのレンジが一番高いところで損切りするのが一番無難なのかなというふうに思いますもしねも、えー、み合いを高値をね、えー、まあブレイクした場合については、まあ、2550円あたりまで戻ってくることが予想されるわけなんですが あのー、まあ、もみ合いになった場合についてはね。ちょっとね。下げてくるまあ、下抜けする可能性がね、えー、高いので、えー、もみ合いになったと思った時点でロスカットした方がいいのかなというう思います。ホープの分析については以上になります。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。